はい、こんにちは、116ウィンズです。アストロズのサイヌス日問題に関連してちょっと面白いものが出てきたので今回ご紹介したいと思うんですけれども、それがですね、アストロズファンのトニー・アダムスさんという方がですね、2017年のアストロズのホームゲームを全試合検証して、でゴミ箱叩きがどれだけ行われていたのかを全部調査したんですね。で、試合ごとのグラフがこちらに出ている通りなんですけれども、まあ、今回調査した8274球のうち、まあ、1143球でゴミ箱を叩く音が確認されたみたい で、特にですね、5月28日のオリオールズ戦から9月21日のシカゴホワイトソックス戦までがかなり頻繁にゴミ箱が叩かれているところが確認できていまして、で、多い試合では1試合で50回以上もこのゴミ箱が叩かれているケースもどうもあったみたいですね。で、開幕してから2ヶ月後くらいから、まあ、かなり頻繁にゴミ箱が叩かれるようになっているみたいですので、まあ、先日ですね、MLB がアストロズのサイン盗みに関して報告書を出しましたけれども、まあ、そちらにもシーズン開幕して2ヶ月くらい経った頃から、一部の選手たちがもう少しサイン盗みを効率的にできないかという検討を始めたみたいなので、まあ、そことの報告とも整合するのかなというふうに、今回のそのトニー・アダムスさんの、まあ、調査結果を見て思いましたね。はい。で、トニー・アダムスさんは今回の調査にあたって選手別にゴミ箱がどれだけ叩かれたのかというところの集計も行っています。で、見た感じやはり主力選手の割合が高めかなというところですかね。まあ、マーウィン・ゴンザレスですとか、まあ、ジョージ・スプリンガー、カルロス・ベルトラン、アレックス・ブレグマン、まあ、グリエルとか、まあ、あの辺の数字が結構高めに出ているんですけれども、まあ、ちょっと気になったのがアルトゥーベの割合が、まあ、2.8% しかなかったというところがちょっと意外でしたね。まあ、アルトゥーベに関しては電子ブザーの疑惑もありますので、まあ、そのゴミ箱は叩かれていないからといって彼が完全にクリーンになるかといえば、まあ、そうではないとは思うんですけれど、ただちょっとこの結果に関しては意外でしたね。で、少し残念だったのは青木の時も、まあ、16回今回ゴミ箱が叩かれていたというところが判明したというところですかね。まあ、青木に関しては現状そのサイン盗みに関して何らコメントは出していないんですけれど、まあ、ちょっとゴミ箱が叩かれていたというところで、今回の2017年のアストロズのサイン盗みに全く無関係ではなかったっていうところは少し残念ですね。で、アダムスさんはですね、今回集計したデータっていうのを Excel と CSV で実は無償で提供しているんですね。いや、このデータをまさか無償で手に入れられるとはちょっと正直思っていなかったので、いや、本当にありがたいなというところなんですけれど、まあ、実際私も早速ダウンロードしていろいろちょっとデータをいじってみたんですけれど、その結果についてちょっと次からご紹介していきたいなと思います。はい。で、まず最初にゴミ箱叩きがどういった球種の時に行われていたのかというところを確認してみました。左がゴミ箱を叩いていないケースで、で、右がゴミ箱を叩いているケースなんですけれども、まあ、左のゴミ箱を叩いていないケースでは、まあ、ほとんどが、まあ、ファーストボール、あの、速球系の球に対して、ゴミ箱を叩いているケースっていうのは、あの、BR と CH の割合が高いと思うんですけれど、まあ、BR っていうのはブレイキングボール、まあ、スライダー系の変化球ですとか、曲がりの大きい球ですね。そういった球を示していて、で、CH っていうのは、まあ、チェンジアップですとか、まあ、そういったこう球速の遅い球っていうのを示しているんですけれど、まあ、圧倒的にゴミ箱を叩いているケースっていうのはそういったその変化球だったりオフスピード系のボールの割合っていうのが高い印象ですね。これまでもいろんな人の調査の中で、まあ、ゴミ箱を叩いているケースっていうのは圧倒的に変化球が多いっていう話もありましたし、で、速球の時はゴミ箱を叩かないっていう話だったんで、まあ、そのこれまでの話というところと、まあ、結構整合している結果かなというところであるんですけれども、まあ、意外にもですね、速球系でも2割ぐらいはゴミ箱を叩いていたというところが、まあ、ちょっと面白いなと思いましたね。はい。で、続いてどういった場面でゴミ箱を叩いていたのかというところをちょっと見てみました。で、左が対戦相手別で、で、右がイニング別のゴミ箱叩きの有無に関する数値となります。で、まず左の対戦相手別からちょっとご紹介していきますけれど、まあ、あの、見た感じ、やや同地区のチーム、まあ、あの、マリナーズですとか、アスレチックス、まあ、その辺のチームがやや多いかなという印象はありますけれど、まあ、ただ、こう、明確にどこのチームが多いっていうのはあまりないのかなというふうに見えますね。
まあ、この他にも、まあ、あとは絶対的なエースがいるようなチーム、まあ、例えばナショナルとかそうですけれど、まあ、そういったチームも少し多いのかなという印象はありますけれど、まあ、ただこのグラフの感じだと、まあ、まあ、基本的に割とまんべんなくゴミ箱は叩かれていたのかなというところが読み取れるのかなと思いましたね。で、続いてイニング別ですけれど、まあ、こちらやや試合序盤の方が叩かれている回数とか割合っていうのはちょっと高いかなという印象ですね。やはり試合終盤っていうのは速球派リリーフの登板が増えますし、まあ、どちらかというと先発投手の方が、まあ、変化球とかを使って、まあ、長いイニング投げていくスタイルの選手が多いですから、まあ、必然的にそういった、まあ、試合序盤でのゴミ箱叩きっていうのも増えていったのかなというところが推測できますかね。はい。で、こちらが一番皆さん気になっているところだと思うんですけれど、各選手がゴミ箱を叩かれたことによって、まあ、どれだけこう成績が変わったのかというところをこちら比較してみました。で、黄色で塗っている箇所はゴミ箱叩きがあるケースの方が、まあ、ないケースと比べて成績が良くなっている箇所になります。この中で見ればアレックス・ブレグマンですとか、あとはグリエル、まあ、ジョシュ・レディックもそうですし、まあ、ジョージ・スプリンガーあたりも、まあ、成績が良くなっている印象ではあるんですけれど、ただ意外にも最もゴミ箱叩きをされてきたマーウィン・ゴンザレスですとか、あとはカルロス・ベルトランといった選手たちが思ったよりも数字が伸びてないというか、むしろかなり数字が落ちている印象もありますので、まあ、ゴミ箱叩きがどれだけ効果的だったのかっていうところはちょっと疑問が残る感じですね。まあ、ただ現状の比較ですと、ゴミ箱を叩いていないケースに速球のみの座席の影響が多分入っていると思われますので、まあ、当然そのゴミ箱を叩かないケースっていうのは速球っていうのは序盤の最初の方の円グラフからも分かっていることではありますので、まあ、ちょっとその影響を取り除いた上の数字を次ご紹介したいなと思います。はい。で、影響を取り除いた結果がこちらになります。まあ、これで純粋にゴミ箱を叩いたケースと叩かなかったケースの比較っていうのができるとは思うんですけれど、ただ依然としてゴミ箱を叩いて成績が良くなった選手っていうのはかなり限定的だなという印象ですね。ブレグマンはかなり顕著に数字を伸ばしてはいるんですけれど、まあ、それ以外の選手って言われると、まあ、そこまで目立って伸びている選手っていうのはあまり多くはないのかなというところですかね。で、この結果を見ると、まあ、ゴミ箱叩きっていうのはあんまり意味がなかったんじゃないのかなっていうところが言えますかね。で、今回このような結果になった理由っていうのを少し自分なりに考えてみました。まず一つにデータ欠損の影響が考えられるのかなと思いますね。まあ、今回トニー・アダムスさんの調査の中では、まあ、どうしても映像が手に入らなかったため、まあ、20試合ほどホームゲームのデータが実は欠損しているんですね。で、もしかしたらこの20試合が欠損した影響っていうのが、まあ、あのような結果につながってしまったのかなというところは、まあ、一つ言えるかもしれませんね。で、二つ目に挙げられる理由としては、ゴミ箱叩きで、まあ、球種が分かってもそれを活かせる選手と活かせない選手の差が実は激しかったんじゃないのかなというところが挙げられますかね。まあ、いくら事前に球種が分かっていても、まあ、それをしっかり打ち返せるだけの打撃技術がないともちろん意味がないので、まあ、それこそそのブレグマンみたいに、まあ、打撃の素晴らしい選手であれば、当然そういった情報っていうのは、まあ、打撃に活かせるんでしょうけど、まあ、我々が思っているほどゴミ箱叩きで得た情報っていうのを活かせていない選手っていうのが実はいたのかなというところですかね。で、あとはもしかしたら別の伝達手段が存在したのかもしれませんね。今回のアダムスさんの調査っていうのは、まあ、ゴミ箱叩きだけに焦点を置いたものでしたので、まあ、例えばそのゴミ箱は叩かれていないけれど、まあ、今電子ブザーの疑惑なんかもある、アストロスありますし、まあ、そういったそのゴミ箱を叩かないケースでも、まあ、何らかこう伝達していたっていう可能性は、まあ、否定はできないのかなというところですかね。まあ、この他にも、あとは相手球団の対策が単純に進んでいた可能性もありますよね。またニーファーカーのように、まあ、ゴミ箱を叩いている音に気づいてサインを試合中に変えるっていう行動に出た選手もいますし、まあ、あとはその先日ダルビッシュが、まあ、テレビのインタビューで答えていたことなんですけれど、まあ、アストロズは当時から、まあ、そういったなんかこう、まあ、何らかサイン盗みのようなことをしているっていう噂がどうも、まあ、アメリカンリーグ西地区の中では噂になっていたみたいですので、まあ、もしかしたら対策っていうのは進んでいたのかもしれませんよね。という具合に、まあ、いろいろと理由は考えられるんですけれども、
まあ、少なくとも言えることは、現状言えることは、今手元にあるデータでは明確にアストロズのゴミ箱叩きっていうのが、まあ、明確な効果があったとはちょっと確認できなかったっていうところですね。はい、いかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。